どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今日はですね、とっても嬉しいお知らせを皆さんにシェアさせていただきたいと思います。昨日の夜なんですけど、何の気なしにいつものように自分のガズレレ YouTube チャンネルチェックしていたところですね、はっと気づきました。なんと皆さん、昨日の夜ですね、なんとガズレレ YouTube チャンネルの登録者様数が18万名突破していただきました。ありがとうございます。イエーイ、嬉しい。このね、チャンネル登録者の方が増えていただくっていうのはすごく嬉しいんですよ。で、YouTube やってる方だったらみんな嬉しいと思うんですけど、ちょっとですね、普通の YouTube やってる方とはちょっとガズの場合は感覚が違くてですね、チャンネル登録者の方が増えるってことがもちろん目的でやってるわけじゃないんですけれども、ガズレレのチャンネル登録をしていただいたということは、またこの動画でウクレレをやろうというふうに、決意していただいたかなと思うんですよね。そうすると何が起こったかっていうと、そのチャンネル登録してくれた方のですね、この人生をですね、カチッと変えちゃったから、楽しい音楽の世界、自分でやる自家発電のこのエンターテインメントのね、扉を開けさせてもらったかなと思うと嬉しくてしょうがないんですよ。YouTube っていつも言ってることなんですけど、チャンネル登録せずとも別に見れるわけですよね。だけどしてくれたということは、またこのチャンネルでこのウクレレで音楽を、スタートしようというふうに、決意してくださったというか、それがですね、嬉しいじゃないですか。ガズレレやってくださってる方は もちろん分かると思うけれども、もうウクレレで音楽をね、自分で弾き語る、歌う、大好きな歌をもうゆっくりでもいいから歌うっていうのはものすごくやっぱり楽しいでしょ。夢中になっちゃってさ、できないっていうことがなんでだろうと思いながら、そういうこともすごくクリエイティブだし、時間もあっという間に経つし、今までテレビ見た時間が自分のね、このクリエーションに向けていく時間ってすごい豊かでですね、やっぱりトータルで見たらかなりのね、笑顔が増えるし、人生の中ですごいポップなね、時間がね、増えたんじゃないかなと思うんですよね。で、その分そういう人が増えてきたと、これは嬉しいことじゃないですか。皆さん、ガズレレ仲間さんたちが日々ね、こうして増えていただけるっていうのはね、もう本当にガズにとってはめちゃくちゃ嬉しいことで、そういう循環があるからこそですね、ガズもいろんな動画をこう、撮ったり、いろいろ企画を考えたりとかできるわけでございます。すごいいい相乗効果だと思ってます。ありがとうございます。そしていつもね、このガズレレ YouTube 撮るときに、この映ってるこの銀の盾、これいつね、いただいたのかなって調べてみたんですよ。そしたらですね、2020年の、5月ぐらいに、10万名突破していただいてて、7月の頭ぐらいにこのね、銀の盾が届いたっていう風な感じでした。っていうことはですね、2020年からまだ3年経ってないですよね。なんでその間に8万名もの方がですね、チャンネル登録をしていただいたということで、それだけですね、音楽をやる、聞くからやるに変えた人が、変えてくださった人が増えたと思うとですね、マジで嬉しいっす。ガズレレ基本はですね、やっぱり音楽って聞くよりやる方が最高っていう風に言ってるんですよ。音楽聞くのは最高だけど、音楽やる方がもっと最高。これをですね、もうなんかやっぱり、ど真ん中に置いてるんで、そういうことをすると最高な人が増えるってことはやっぱりね、笑顔が増えている世の中を生み出してる、その貢献ができていると思うとすごく嬉しいです。そしてガズレレね、見てくださってる方、いつも本当にありがとうございます。皆さん、もう本当もちろんね、いっぱいガズレレの、もうそろそろ2000曲ぐらいになりますからね、課題曲取り上げてるね、曲は。いろんな曲に挑戦していただいて、夢中になっていただいて、周りの方にも、ね、すごい面白いよ、みたいな感じでね、お伝えしていただくとですね、嬉しいかなというふうに思います。はい。2023年になった途端、元日早々に18万人なんて、なんという縁起のいい、この出だしでしょうか、皆さん。はい。そんなことでもうさらにですね、鼻息荒く、ガズレレので活動していきたいと思います。皆さん、今後ともよろしくお願いします。18万人の登録者様、本当にありがとうございます。まだまだね、とは言ってもまだまだ日本人は1億何万人いるわけですから、まだまだもうちょっとその笑顔増やし活動もしていきたいなというふうに思っておりますので、皆さんもね、一緒に、その活動に参加していただければというふうに思います。よろしくお願いします。はい。それでは今後ともガズレレ YouTube チャンネル並びにガズがやってるいろんなことよろしくお願いします。さよなら、バイバイ。